器用に歌う歌を君はずっと聞いてた。時を止め不意に見せるその笑顔からこぼれる吐息が君を Out of my mind。 言葉は感情を裏切る。何度見ても同じだ。僕が夢の守護星候補だなんて信じられないけど、運命なのか。それではあと3人ですか。ええ、ティムカさん、チャーリーさん、それからメルさんの3人です。近いですね、聖獣の宇宙に守護星が全員揃うのも。はい、ルバ様、やはり。ええ、何も石板に予言は現れていないようですね。そうですか。セーランが守護星となり、シミュレーションのデータ上ではサクリアのバランスが取り戻されつつあります。守護星が全員揃った時、聖獣の女王陛下の身に何が起こるのか、それが書かれてはいないかと期待したのですが。この石板にはまだわからないことが多く残されているのですよ。果たしていつ誰が作ったものなのか、なぜ予言を可能とするのか。エンジ、今日は？はい、水の守護星候補ティムカさんの説得に行ってくるつもりです。ティムカですか。彼は聖獣の女王試験の時、教官として協力してくれました。素直でとても聡明な少年ですよ。きっと良い守護星になることでしょう。はい。よう、おっさんいるか。よう。ゼフェル様、こんにちは。今日はなんだ？白亜宮の惑星に行くので、その前にこちらの聖地へ寄ったんです。白亜宮の惑星？ええ、その星の若き王、ティムカ、聖獣の水の守護星候補。エンジは彼を説得に行くのです。ティムカさんは以前、教官としても協力的な方だったと聞きました。きっと、心よく守護星になってくださるんじゃないかと。くだらねえ。心よく守護星になるなんて、そんな奴の気が知れねえ。ならなくて済むんなら、誰が好き好んで守護星なんかになるかよ。ゼフェル。悪い。行ってらっしゃい、エンジュ。はい、美味しいお茶をありがとうございました。ゼフェル、あいつのやってることが間違ってるなんて言ってねえよ。俺はただ、守護星になったっていいことなんてねえって言いたかっただけだ。仲間に会えたではありませんか。それにエンジュにも。すごいわ。今まで見たどんな星よりも活気にあふれてる。
みんな幸せそう。そうですか、聖獣の女王陛下が。はい、ティムカさん、私と一緒に聖地に来てくださいますか。僕が聖地に、守護聖に。これも運命なのでしょうね。わかりました、あなたと共に聖地に参りましょう。数日僕に時間をくださいますか。僕が去った後のことを皆に頼んでおかねばなりませんから。決心してくださってありがとうございます。ええ、国王陛下がここを離れられる。そんな、お帰りはいつになるのです。ずっと先になると思います。あなたたちとはこれでお別れです。バカな。これは天の意志なのです。どうか受け入れてくださいませんか。陛下。父上は重い病ですでに退位された身。この国の王位は弟に継いでもらうことになるでしょう。お二人が協力してくれればこの国は大丈夫です。弟をよろしくお願いします。そうか、守護聖になるか。はい、申し訳ありません。父上からこの国をお預かりしたのに、途中で投げ出すような形になってしまいました。いや、お前ならきっとどこでもうまくやれるだろう。ありがとうございます。父上。なんだ、ティムか。父上、お体をお大事に。兄様、どこかへ行くの？父上を頼んだよ。ずっとどこかへ行っちゃうの？カムラン、兄様を困らせないでおくれ。嫌だ、連れて行かないで。ダメだよ、兄様を連れて行っちゃうなんてダメだよ。カムラン、兄様にはとても大切な用事があるんだよ。お前がいるから兄様はここを出て行けるんだよ。わかるね？わからないよ。カムラン。申し訳ありません、見苦しいところを見せてしまって。いいえ、僕が去る前に弟を即位させなければなりません。その間この宮殿に泊まっていってください。ありがとうございます。すごい、本当に王宮って感じ。私がティムカさんを連れて行くことで悲しむ人がいる。分かってたことじゃない。私みたいに最初から一人ぼっちだったわけじゃないんだわ。でもティムカさんに守護聖になっていただかないといけないんだもの。父上、
母上、カムラン、僕の国民たち。考えてどうなるものでもない。運命に選ばれたのだから。いいかい、兄様はどうしても行かなければならないんだよ。お願いだよ、カムラ。ここの王様だって大切な仕事だよ。どうして連れて行くなんて言うんだ。カムラ、ごめんなさい。でも、カムラン君、それでもお兄様に来てほしいの。どうしても。これはお兄様にしかできない仕事だから。どうして？どうして兄様なの？さあ、みんなが待っている。行こう。集まってくれてありがとう。近く、カムランが王位につくことになりました。彼はまだ幼い。しかし、有能な大臣たちが彼を補佐してくれるでしょう。カムラン。カムラン。嫌だ。やっぱり嫌だ。カムラン。カムラン君。ここを頼みます。